感動、国境を超えた友情がすごい。ナンバーアンダーライン愛かけるリーズかけるウェーブイコラボダンス完全解説。日中間音楽番組舞台裏鳥肌。平野翔とオ便がキレキレダンスで見せる。ナンバーアンダーライン愛かけるリーズ、ブームブームベース、コラボ舞台裏に密着。近年、エンターテインメント業界は国境を超えたコラボレーションの波に乗っており、 その中でも特に音楽とダンスの領域では、アーティストたちが国や文化の壁を越えて手を取り合い、ファンの期待を上回るパフォーマンスを繰り広げています。このトレンドは、日本でも特に若い世代を中心に大きな話題を呼んでおり、世界中のアーティストと共演することが新たな可能性を開くきっかけとなっています。今回、話題となっているのが、ナンンバーアンダーアダラインアイと他国のグループによるコラボダンス動画です。 これらのコラボレーションは、ファンの間で絶賛され、多くの人々の関心を集めています。まず、NHK の音楽番組、n h k ミュージックエキスポ2024において、日本を代表するアーティストである、ナンンバーアンダーアダインアイが、韓国や中国の人気グループと共にステージに立ったことは、ファンにとって大きな驚きと感動を与えました。特に、彼らが共演したダンスパフォーマンスは、 文化や国籍を超えた一体感を感じさせるもので、音楽の力がどのようにして世界をつなげることができるのかを実感させました。多くの視聴者が、このコラボレーションを通じて、国際的なアーティスト同士が互いに尊敬し合い、共に作り上げるステージの美しさに感動を覚えました。NHK は、番組の放送後もファンの熱い反響に依頼、エイクス。 旧ツイッターや YouTube でダンスチャレンジ動画を次々と公開しました。これらの動画では、n o ーアンダーラインアイのメンバーが韓国のリーズや中国のウェイブイッと共演し、それぞれの代表曲を踊る姿が映し出されています。このようなコラボレーションは、単なるパフォーマンスの枠を超え、アーティスト同士の絆や友情を感じさせる瞬間でもあります。例えば、 ナンバーアンダーライン愛の平野翔とリーズのウォンビンが共に踊ったブームブームベースでは二人のパフォーマンスがリズムに乗って一体となり最後には互いに敬意を表するジェスチャーが見られましたこれによりダンスを通じて国境を越えた友情が育まれたことが強く伝わってきますさらにナンバーアンダーライン愛の神宮寺雄太とウェイブイの天が共に踊った INZM のダンスでは 2人が笑顔で向かい合い、音楽に合わせて自然な笑顔を見せるシーンが印象的です。テンは、彼の洗練されたダンス技術で知られており、その技術を駆使して神宮寺との息の合ったパフォーマンスを披露しました。これにより、2人の間に生まれた信頼関係と、お互いに楽しみながらパフォーマンスをする姿が視聴者に感動を与えました。2人がハグを交わしながらパフォーマンスを締めくくるシーンでは、 見ている側もその場に引き込まれ、共感と感動を呼び起こしました。また、神宮寺とリーズのアントンが共に踊った別の INZM パフォーマンスでも、2人の異なる個性が絶妙に融合しています。神宮寺のワイルドな一面と、アントンの品の良さが際立ち、それぞれの魅力がダンスを通じて発揮されました。最後には、神宮寺がアントンの手を取り、 肩を抱き寄せる場面があり、互いの敬意と友情が表現されています。こうした瞬間は、ただのパフォーマンス以上の意味を持ち、視聴者に対して深い感情的なつながりを提供するものとなっています。一方で、ガン・ユータがウェイブ・イのシャオジュンとヘンドリーと共に披露した、Give Me That では、3人の息の合ったパフォーマンスが際立ちました。騎士を中心にシャオジュンとヘンドリーが踊り、 そのダンスの緩急が視覚的に引き立つように工夫されており、ファンはその巧みなパフォーマンスに釘付けけになりました。パフォーマンスの最後には、互いに拍手を送り合う姿が見られ、現場の温かい雰囲気が伝わってきました。こうしたシーンは、アーティスト同士のリスペクトが感じられる瞬間であり、視聴者に強い印象を残しました。これらのコラボレーションは、単なるエンターテインメントの枠を超えて、 国際的なアーティスト間の交流を深める重要な機会ともなっています。音楽やダンスを通じて、異なる文化や背景を持つアーティストが一つのステージで共演することで、新たな価値が生まれています。視聴者もまた、こうした国際的なコラボレーションを通じて、音楽の力が持つ無限の可能性を再認識することができました。このようなコラボレーションの成功は、 今後のエンターテインメント業界においても、さらに多くの国際的な共演が期待される兆しと言えるでしょう。特に、若い世代を中心に SNS を通じて広がるこうした動画は、瞬く間に世界中に拡散され、国境を越えたファン同士の交流も生まれています。これは、音楽やダンスが単なるパフォーマンスの枠を越えて、人々をつなげる強力なツールとなっていることを示しています。 視聴者やファンは、これまでにないほど簡単に国際的なアーティストにアクセスできるようになり、彼らのパフォーマンスをリアルタイムで楽しむことができる時代となっています。また、このような国際的なコラボレーションが生まれる背景には、アーティストたちの多様性に対する尊重と共感があると言えるでしょう。それぞれのアーティストが異なる文化やバックグラウンドを持ちながらも、 共通の目標をもって一つのステージを作り上げることができるのは、互いの違いを理解し、尊重し合う姿勢が根底にあるからこそ可能なのです。こうした姿勢は、エンターテインメント業界においても重要な要素となりつつあり、視聴者もまた、こうしたコラボレーションを通じて、異なる文化や価値観に対する理解を深めることができるでしょう。最後に、 このようなコラボレーションがもたらす未来について考えてみたいと思います。エンターテインメント業界は今後さらにグローバル化が進むことが予想され、アーティスト同士のコラボレーションがますます一般的になるでしょう。特にデジタル技術の進化により、国際的なパフォーマンスがより容易に行えるようになる中で、アーティストはさらに自由に世界中のファンとつながることができます。このような環境下では、 アーティストは単に国内のファンに向けた活動に留まらず、国際的な視野を持ちながら活動を展開することが求められるでしょう。また、ファンにとってもこうした国際的なコラボレーションは、新たな音楽やダンスのスタイルに触れる貴重な機会となります。異なる国や文化から生まれるクリエイティブな影響を受けることで、より多様な視点からエンターテインメントを楽しむことができるようになるでしょう。こうしたコラボレーションは、 単に視覚的聴覚的な楽しさを提供するだけでなく、文化的な交流や相互理解を促進する重要な役割を果たすのです。このように、エンターテインメント業界における国際的なコラボレーションは、今後もますます発展していくことでしょう。そして、その背後には、アーティスト同士の相互尊重や文化的多様性への理解が不可欠な要素として存在しています。視聴者やファンもまた、 こうしたコラボレーションを通じて、新たな価値観や視点を得ることができるのではないでしょうか。これからも、音楽とダンスが世界をつなぎ、新たな感動を生み出す瞬間が訪れることを期待しています。